大野さんですね。診察と予防しています。うんちはまあ40から50ぐらい。そうですね、だいたい40。40は超えてますね。44からです。よく採取してますか、毎日。うん、いたずらで困りますよ。はい、飲む飲む飲む。よいしょ。28です。はい、もみちゃんね、はい、そのをチェックします。30% ぐらい入ってますね。そうですか、はい、いいですね。たびたびエマがお世話になってるみたい。エマさんね、なんかちょこちょこなんか調子悪かったりしますね、いろいろ。弱いんでしょうかね、うん、ちょっとなんか弱いみたいね。肝臓が持つ力がちょっと小さいからさ、その辺の影響もあるかもしれないですね。なんか壊したりとか吐いたりとかね、元気になってきますけども、ね、旦那さんちょっといい一滴ポトッと落として、はい、お願いします。はい、じゃあ抗寄生虫薬もキシデキスにつけます。それでもう一個こいつを蓋開けて、はい、すいません、いいよ、はい、点検します。よいしょよいしょ一滴じゃ多いんだけどね、まあ、本当ですけど、ね、多いんですけど、まあ、であとそうする夜中だけど、お腹も柔らかくていいかなと思いますね。はい、ごめんね。でまあね、鳥さんはね、これからの季節が体調崩すが多いですからね。はいはい、あのなんだっけ、温度差が、寒暖の、そうそう、寒暖の差が激しくなってくるから、はい、まあ今までの様子さえ観察してもらえれば、はい、いやとにかくよくさえずると思うんですけど、それがさえずらんかったらおかしいと思っていただける。ああ、そうですか。それはね、はい、はいはい。まあそれもちろんうんちの数とかね、体重が減ってっちゃうとかね、はいはい、それはもっといかんのですけどもね。なんか今なんかエマの方が大変だから、なんかかわいそうだね。まあ確かに純血種、まあみんながということでみんながみんな弱いわけじゃないんですけどもね。まあ確かにちょっと弱いね、あの子ね、なんかすぐ予防だけでは済まないですもんね。うん、まあよろしくお願いします。わかりました。山美さんはまあ今年7歳、ごめんなさい、5歳ですね。はい、5歳過ぎてるから一応シニアには入ってきますんでね。はい、はいはい、すいません、お願いします。